フェルディナンド二世、フェルディナンド二世、1810年1月12日から1859年5月22日は、両シチリア王、戦王フランチェスコ一世とマリーアイザベッタ、スペイン王カルロス四世の娘の息子。反動的な君主だった父とは異なり、青年期のフェルディナンド二世は自由主義に理解のある人物として民衆から幅広い人気を集め、 人口の過半を占める本土部の住民から特に慕われていい。若干20歳で王位を継いだ、フェルディナンド2世は民衆に平等な司法と批判した、経済の立て直しのために、あらゆる努力を尽くし、傷つき痩せ衰えた南イタリアとシチリアを救おうと、した。またその上で王権を支える、土着の貴族たちやカトリック教会と一層に、結びつきを深め、彼らと歩む姿勢を明確にした。 彼の治世の前半期は比較的平穏に推移した。フェルディナンド2世は税制改革で減税路線を推進しつつも、王都ナポリウちでの実験的な鉄道設置、ナポリパレルモ間の電信設備の完備、蒸気船の造船など大胆な支出を行い国力を高た。しかし27歳の時にシチリアで大規模な立憲君主制移行を求めるデモが、 発生すると態度を硬下させて、これを軍で鎮圧するとともに自由主義と距離を置くことにした。王国の知識人階層は再三にわたって憲法の制定と立憲君主制への移行を求めたが、あくまで王国の再建は申請をもって行われるべきとの路線は変えなかった。先代から引き継がれた格好になった王とシチリアと王と自由主義者の対立は、 1847年9月のカラブリアとメッシーナでの大暴動で頂点に達した。王に忠実な軍は反乱を弾圧したが、1848年1月12日にシチリア全土で農民反乱が発生すると収集が取れなくなった。一連の騒動は、欧州で巻き起こっていた1848年革命の一幕と考えられている。 革命騒動が本土にまで波及すると、フランチェスコ二世は妥協を選択して1848年憲法の制定を認め、両シチリア王国は立憲君主制に基づく議会政治で統治されることになった。しかし議会に対する監督権は王のもとに残され、これをめぐって議会で議論が起こり、議会は王に実権をすべて手放すように要求した。 王が議会の要請を拒絶すると、再び暴動が起きたが、今度はフランチェスコ2世も譲らず、軍を動員して徹底した弾圧を行った。戦いは王党派の勝利に終わり、1849年3月13日に国民議会は解散された。憲法に関しては、維持を認めたために立憲君主制ではあり続けたが、当初より、 先制的な形で統治が行われる結果とった。また、同時期に、教皇領でも革命が起きて、ローマ共和国が成立すると、教皇を利休にかくまって、教会との協調を再度明確にした。革命の最中、1848年4月13日に、シチリア党は自由政府を樹立して、独立を宣言した。自由政府は、 国際社会に王が独立を保証したと宣言したが、実際には、フェルディナンド2世の命によって二人の王国兵が、シチリアに上陸した。王国軍は、反乱軍をのきなみ打ち破ると全土を再占領して、さらに海軍を用いて徹底的に海沿いの町を破壊する報復を行った。シチリアの独立派は、フェルディナンド2世を、砲撃王と憎しみを込めて呼んだ。 1849年5月15日、本土に遅れる形ではあるが、シチリア島の自由主義革命も鎮圧された。地政後半、自由主義への憎悪をろにした、フェルギナンド二世は容赦のない弾圧を継続した。3年の間に数千人の政治犯が投獄され、それと同じくらいの人間が他国へ亡命を図った。イギリスの政治家グラッドストーンは、南イタリア王国で、 自由主義に対する弾圧を目の当たりにして憤慨し、イギリス議会にブルボン朝の強権を訴えて、反応党派を支援した。しかし実際にグラッドストンが南イタリアを訪れたことはなく、報告は信憑性に欠ける部分はある。しかし、イギリス議会はグラッドストンの訴えが始まる以前から、シチリア島の様をんでおり、王権を弱める材料を望んで、積極的に 反王党派運動の支援を展開した。また1850年代には立憲君主や自由政府を持ちつつあった他の諸外国でも後進的な絶対君主の国という悪名が広がった。伝統的にナポリオ王国やトリナクリア王国を支援してきたイギリスが流反したことも相まって両シチリア王国は次第に国際社会から孤立し行った。1856年。 反王党派の兵士によるフェルディナンド2世の暗殺未遂事件が発生した。その場では命は落とさなかったものの負荷で多い、フェルディナンド2世は感染症によって長い闘病生活入った。それから3年後の1859年5月22日、フェルディナンド2世は病没した。折しもサルデーニャ王国とフランス帝国による対オーストリア戦争が始まった直後で、 まだ若年の息子フランチェスコ二世が即位するものの、王国は混乱の過中で、イタリア統一戦争を迎えることになった。1832年、サルデーニャ王、ビットーリオイマヌエーレ一世の娘、マリア・クリスティーナと結婚した。1836年に長男が生まれるが、出産から五日後にマリアは急死した。翌1837年、オーストリア大公女マリア・テレジア、 デシェンコーカールの娘と結婚12子が生まれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。